そして箱根の美術館ではこの時期だけのガラスのハーモニー、繊細な音色は心の癒し。箱根仙石原には人気の美術館が数多くあります。お風呂気持ちよかったですね。でもまだなんかまだ時間ありますよ。そうよ、まだまだ。どうここちょっと箱根ガラスの森来たかったんです。あら、知ってたんだ名前だけは。あ、そうなんだ。お名前だけは。綺麗ね。綺麗ですね。これ最高に綺麗ですね。なんか雨の雫がこう垂れてるみたいな。なんかどうです、美しいですわよ。アミマさんも美しいです。そう、本当、うん、すごい。行ってみましょうよ。すごいですね。8000坪余りの敷地がある箱根ガラスの森美術館、庭園も見事です。あー素敵ね。今日ちょっともやがかかってて、ね、なんかぴったりじゃない。雨っていうのはないんだけど、ね、あれがあのガラスがちょうど雨の雫がバーッとかかってるみたいで、いやいい感じだわね。いやなんかすごいロマンティックですね。ロマンティックね、本当。いや素敵素敵。640点ものベネチアングラスを収蔵する美術館、この時期はコレクションの中から厳選した黄金期の名品が展示されています。卓越した技術を随所に凝らした美の極み、一見の価値があります。さらに8月いっぱいは館内でコンサートも催されます。ここで始まったわ。1日5回15分ほどの演奏で入館者は無料。グラスハープなど3種類のガラスの楽器を使ったアンサンブルです。通るような繊細な音色はガラスの楽器ならでは。旋律を奏でるグラスハープは大小34個のワイングラスで音階を構成しています。なんと希望者は楽器に触れることもできます。いいんですか。水つけて鳴りません。そんな、そんな軽く、そんな軽くでいいの。ボタの、はい、どうですか。ね、なってるなってる。ブラボー。 Thank you。 もう明日から働いてください、ここで。ヨーロッパの街に迷い込んだかのような美術館。広大な敷地の中には一息入れるのにうってつけのカフェレストランがあります。こちらも人気。